俳優の山田裕貴が3月1日、自身の X、旧ツイッターを更新。俳優の高橋文哉から連絡があったことを明かした。山田裕貴、高橋文哉から謝罪受ける2月29日放送のラジオ番組、高橋文哉のオールナイトニッポン X、クロス、ニッポン放送、毎月最終木曜深夜0時にて、高橋が山田のイベント、山田裕貴のオールナイトニッポン X 横浜アリーナ王に俺はなる、1月13日開催、についてトーク。1月上旬、山田から食事の誘いはあったと明かしていたが、同イベントのゲストには呼ばれなかったことを受け、ご飯より横浜アリーナよ裕貴さん、と笑いを交えつつ振り返り、最後には、夜中で言い過ぎました明日の朝一で裕貴さんに謝罪の連絡を、と締めくくっていた。これを受け、山田は、とりあえず高橋文哉から真心のこもった、謝罪の連絡はいただきました、と高橋から連絡があったことを告白、律儀だなぁ、と感心するも、ちょっと僕的にも美味しいなぁと思いましたので彼をイベントに呼ぶことはないかもしれません、とお茶目なコメントを残した。山田の投稿に、ファンからは、本当に連絡してたとは、そんなこと言わずに次は文哉くんも、わら、呼ばないんだ、わら、二人の絡み面白すぎる、などの声が寄せられている。